テンテテテンテテンテテテンテテンテテテン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 マンボウ、本日はですね、すいません、皆様おはようございます。本日はですね、小田原さん、マンボウのお刺身ですね、これがね珍しくあったんで買ってまいりました。マンボウはね数回さばいたことがございますが、今回はね、丸で売ってなかったので切り身の方をね、買ってまいりました。そしてね、マンボウの代名詞といえばこれ肝ですね。この肝が美味しいございます。そして身ですね。それではね、本日はマンボウ刺身の肝和え、これをね、作っていきたいと思います。うまそうです。はい、まずマンボウですね。はい、マンボウマンボウマバマンボウでございます。なんかねこういう層みたいな感じにね、なっております。あとはね、これを適当に切り刻んで、こんな感じですね。はい、これぐらいあればよろしいかと思います。そしてね、このお刺身の方は適当に、切ってください。ちょっとね少しこう長めですね、3.5 センチから4センチぐらいのねこういう長めに切った方がね、よろしいかと思われます。はい、こんな感じですね。サッキュンサッキュンパラランランランですね。非常にね、白身で、淡白なねお刺身でございます。切り終わりましたらですね、はい、こう器にオーバーしてあります。この中にドッキュンドッキュンザババンバンですね。はい、そして肝の方ですが、肝の方をね、適当な、厚みに切ってくださいませ。そしてこれをね、こう叩いていきます。叩いて叩いてって感じですね。はい、そこにですね、用意してあります、ネギですね。ネギの切ったやつと生姜ですね。はい、これをねスコンスコンスコルバカカカンですね。はい、これも合わせてね、叩いていっていただければ幸いかと思われます。マッスルマッスルマッスルパワーでございます。はい、こんな感じでね、ガッツンガッツンガッツンツリリンツ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 ンパンパンパラランですね。はい、切ってくださいませ。で、ある程度ね、ネギと生姜とね、肝が合わさったところで、このさっきのお刺身の上にね、ドッカンドッカンドドドンパパパンですね。はい、こんな感じでございます。そしてレモンを添えて、完成でございます。非常にね簡単ではございますが、テーブルの方に運んで食していきたいと思います。マンボウ。はい、テーブルの方にですね、マンボウマンボウマンボウ刺身の肝和えですね、持ってまいりました。それではねいただいてみたいと思います。レモンをですね、はい、いつもよりね、お刺身のチョコの中にスコンスコンスコンスコッコン缶ですね。はい、入れました。あとはね、この身とね、この肝、これをね、あえあえして、お、なかなか肝が捕まりました。お、ね、いただいてみたいと思います。はい、いただきまーす。最高、最高。このマンボウのみずみずしい食感とこの肝の濃厚な味、そしてねおネギと生姜の爽やかさが後からねお口の中を追いかけてまいります。いただきます。ポン酒飲みたいんですけどまだ昼間なんでね、まあとりあえず、ね、食べていきたいと思います。いただきます。最高でございます。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、マンボウの肝和えの作り方ですね、動画にまとめてみました。お魚屋さん鮮魚店でね、もしマンボウ肝付きのお刺身が売っていましたらね、おそれはまかない屋がやってたな、ちょっとやってみようか、やってみようかしら私もみたいなね、感じで思い出していただければ幸いかと思います。それでは失礼いたします。うまいです。最高。マンボウ。